シティスタジアムはアメリカ合衆国ウィスコンシン州グリーンウェイにあるアメリカンフットボールのスタジアムである。グリーンウェイ東高校の敷地北部にある。1925年から1956年まで NFL のグリーンウェイパッカーズの本拠地であった。改装後、スタジアムは小型化されたが引き続きグリーンウェイ東高校のアメリカンフットボールチームが ホームスタジアムとして使用している。1925年以前は、パッカーズは、近隣のハーゲマイスターパークとベルビューパークで、ホーム試合を行っていた。シティスタジアムは、グリーンベイ東高校の裏手、イースト川沿いに建てられ、停鉄の形をした木造のスタンドがあったものの、当初はトイレが設置されていなかった。パッカーズの選手は、高校の校舎を、 ロッカールームとして使用していたが、ビジターチームの選手は試合前に宿泊しているホテルで着替えることが多かった。収容人数は当初6000人だったが、徐々に拡大され2万5000人にまでなった。バッカーズは1929年、1930年、1931年、1936年、1939年、1944年の NFL チャンピオンシップを含めシティスタジアムで88勝41敗7分の成績を収めた。バッカーズは世界強行が深刻化した1933年からホームゲームの一部をミルウォーキーで行うようになった。1933年にボーカートフィールドで1試合を行って以降、1934年から1951年までは ウェストアリスのステートフェアパーク、1952年はマーケットスタジアムで毎年2から3試合のホーム試合を開催していた。1953年にミルウォーキーカウンティスタジアムがオープンして以降はカウンティスタジアムで試合を行っており、これは1994年まで続いた。1950年代になるとシティスタジアムが グリーンベイ東高校の敷地とイースト側に挟まれた限られた用地に建てられていたことからこれ以上の拡大ができなくなっていた。そのことがネックとなりジョージ・ハラスをはじめとした NFL の首脳陣はパッカーズの理事会宛てに新スタジアムの建設かミルウォーキーへの本拠地移転かの判断を迫った。1956年4月、グリーンベイ市民は 新スタジアム建設のための再建発行を70.3%の賛成で承認し、同年10月より建設が開始された。新しいシティスタジアムは1957年9月27日にオープンした。その後、1965年8月には直前に亡くなったチーム創設者のカーリー・ランボーの名誉を称え、ランボーフィールドと解消している。 スタジアム入り口パッカーズが移転して以降、スタジアムの歴史を示すモニュメントなどが設置されている。2008年の改修前までは、イーストスタジアムやオールドシティスタジアムなどと呼ばれることが多かった。2005年には、第100回目となるグ、グリーンベイ東高校対、グリーンベイ西高校のグリーンベイ東西、対抗フットボールゲームが行われた。試合には、 約8000人の観客が詰めかけ、56対8で東高校が西高校に勝利した。2007年7月31日、ランボーフィールド会場50周年を記念し、バッカーズはシティスタジアムで練習を行った。2008年夏、スタジアムの設備の多くが1960年代以前のもので安全面に問題があったことから、プレスボックス、 フィールドの観客席、ゴールポストなどが新しい設備へと改装された。また、フィールドは2017年から人工芝となっている。会場当初で今なお残っている設備は、スタジアムの角にある機材小屋のみとなっている。アメリカンフットボール以外では、サッカーの試合も開催されている。2004年までは、 グリーンベイ東高校とプレブル高校がサッカープログラムを行っていた。ありがとうございます。